ということで、前回の動画でですね、僕のリスナーさんが、理事長さんのマップ作りますよって言ってくれたんですよ。1日ぐらいで、なんか僕のアスレチックマップを作ってくれたみたい。理事長ランドって言って、ほら、理事長ランドへようこそっていう感じですね。で、今回ですね、久しぶりにあの人が参加してくれるっていうことで、いいですか？自己紹介してもらっていいですか？多分いいですか？マボさん。どうも、ニートになりたい人間、ナンバーワン。マボです。聞きたい。動画に出るのも将来の夢も決まったから、俺。将来の夢何キモ。じゃあ、いい女捕まえんとな。いい女捕まえていかんな。本来であれば、途中でチェックポイントみたいなのを用意するはずが、なんかチェックポイントが、なぜかできないみたい。作れないみたいだから、マボ、死んだら最初からだって、マボ。大丈夫だろ、死なんし。そうか。じゃあ、行きますか。じゃあ、早速。よし、ということで、すいません。サーバーの人数を増やしてもらったんで、これでいけると思います。じゃあ、マボ、行ってみよう。あ、いいね。うまい。入ったー。うまい。はい。あー、もう、やっぱゲームのサイドに、あー危ない、危ない。オッケー、いけた。気持ち悪い、マジで。リリチオしかおらんやん。ね、これ全部リリチオ。だから多分俺のこと大好きだよ、絶対。降りるよ。あ、来た。あ、滑ってる。やべ。この先はリリチオが襲ってくるぞ、だって。はい、頑張ります。無視する。じゃあ、無視します。無視します。自分で自分を無視してます。リリチオが襲ってくるらしいよ。なんかおる。いる？あ、これリリチオ、俺がいるじゃん。何ね、ちょっと待って、俺が襲ってきてる。俺が。こっち持ってくんなって、マジで。破けてるもん。気持ち悪い。アークスターが誘った時の味方やもん。いや、こっち寄ってくんなって、みたいな。なんでこいつ壁にずっといてた？あ、襲ってくんだけど。気持ち悪い。これ死にたくねえ。これ死んだら最初からやろ。最初から。うわ、これ3つの扉がある。マボさん、どこ選びます？いや、もう男は黙って。真ん中やろ。真ん中？じゃあ真ん中行こうじゃん。男は黙って真ん中やろ。真ん中行こう。ちょっと待って待って、戻れ。死んだしよ、クソが。バカが。待って、やばい。戻ろう。待って、ここで死んだら最初からはだるい。最初からはマジでだるい。ちょっと、で戻れないの、誰か。死んだ仲間は俺んだけど、一人。あれ？左行けそう。あ、左じゃん、左。合ってる。左だ。合ってた。ちょっと、マボを待つわ。ありがてえ。ありがとうございます。テレポしてくれた、もしかして。ナイスナイス。あ、そうそう、これ今回のサーバー主の人だから、テレポしてくれた。ナイス。よく撮影のことがよく理解してらっしゃる。ここ全部カットなんだよね。あ、よくここ全部カットする。全部カット。じゃ、いきますか。じゃあ、マボー来たんで進めていきましょう。気持ち悪いね、リリチオ、マジで。どうなってんだこいつ。これ多分スピードゾーンみたいな感じじゃない？ほら、ベルトコンベアみたいに滑るみたいな感じ。ああ、無理じゃん。オッケー、着いた。一人一人多分トロッコに乗って進んでいくのかな。どんどん行けよ、どんどん。なんで行かねえんだよ。座っちゃったよ。座れないの。来た。え、これで？いや。どうすんの。なんかさ、これおかしい。2台来てる。来た。これどうなってんの。3人で行けるの。3人で行けるぞ、これ。おい、革命じゃねえか、これ。グワングワン。どうすんのと。わかんない。なんかトロッコ2台出してると思う、多分、ショボンが。ちょっと。あ、もう、マジで。OK、行こう。いいね。今回でも順調、普通に行けそうだね。脱線はしなさそう。いいね。絶対これ先に2台重なっちゃう。絶対そうでしょ。いいね。お、なんかすごくない？みんな、マホ正面見てみて、これ。これ普通のジェットコースターじゃないよ、これ絶対。登りよっと。普通にね、えぐいよね、これ。高速無理よ。無理。どうやろうとしてんだろうね、これね。死んだらしい。あ、まあ、入ってきた。あ、待って。一回止めよう。これどうする？待って、後ろから、待って、甘月しもう。くんな。おいって脱線してくれよ、パーマ。え、これどうすんのこれ。お、待って。りょうくん、これどうすんのこれ。これ無理だって、これ。俺死ぬ。ちょ、主。お前普通に言ってんのか。あ、普通に言ってるわ。って。ああ、もう。置ける？置ける。3人でもいけるんだ、一応。3人でもいけるっけ？もう、え、これ無理じゃない？これ、え、皆さんって何？これいけるの？本当に。この子、俺なんてどうなってんのこれ。ねえ、どうなってんのこれ。ちょ、主。回れ、メリーゴーラン。冒険して止まらないより動き出そう。多分ね、うちの視聴者誰もわかんねえ、多分時代的に。
でも普通にさ、これトロコ普通に行けないよこれ多分。まあもう大丈夫、俺も普通に走っていくから。来た。はい、ゴール。すごいね。だいたい7、8時間ぐらいでこれのクオリティか。俺ゴールしました。すげえ、空飛べてる俺。チョボも結構運転うまいよ。はい、で数ヶ月とかかけて作る人がいるから、うん、もっと多分やべえやつあるんだろうけど、まあ、リリチオのマップをこの7、8時間で作ったのはすごいよね。マジですごいね。なんでみんなプログラム組めんしね。普通にね、えぐいよねこれ。しかもこれ無料でさ、やってくれてるわけ。本来だろ、これお金払って作るやつでしょこれ、絶対ね。作ってくれるやつだから、ね、普通にすごい。なので皆さんぜひともね、まあ、リリチオラントだっけやってみてください。多分これ大人数でやるマップじゃない。多分これ 2,3 人ぐらいでやるのがちょうどいいと思う。 2,3 人やな、ね、なんでじゃあ、あのマボさん、まだ次回もマボさん動画出るかもしれないんで、皆さんねよろしくお願いします。じゃあマボなんか最後一言動画で締めてよ。じゃあいいよ、次回予告で締めるか。いいよ、エヴァ風の次回予告で。あ、いいよ。ディ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 リリ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 リ